回の動画も、じゃあ大先生にせっかくなので、あの AT の、 あのお好きなアイテムを聞いてみたいんですけど、どれが先生一番好きですか？結構迷うところではあるんですけど、はい、私が普段使ってるのはローションと、クリームとパフェとお水は、もうどれも1位を決めきれないくらいすごく好きなんですけど、あえてそこ以外で、私はもう絶対シーシークリームが大好きです。これすごい人気ですよね、もう艶になるし、美容液たっぷりだし、もうなんか美容液塗ってる感じ、なんか今エルム内でもノーファンデブって言ってるよね。そうそうそう、なんかともなんかとももう CC クリームだけでも、そうそう、すごい、あの部員が集まってきてて、本当に人気です。あの肌は綺麗に、あと美容成分も入ってるってところが嬉しいです。嬉しいですよね、もう私は美容成分大好きですよね。手放せないです、最後の最後まで。あ、もう疲れはい、ありがとうございます。そう、あと、もう、土井先生と今水面下で動いているビッグプロジェクトがあって、その今日持ち合わせして、もう楽しみまくまちょっとまだ言えないんですけど、ちょっといつかこのプロジェクトをちょっと開始し、もう始動したら、報告土井先生とさせてくださいように。なんかすごい土井先生、ATI 聞けて嬉しかったです。またちょっと語り合うからお願いします。それからもぜひお願いします。では次回の動画もお楽しみに。やってねー。